はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数 B のスタートですね。で、最初が有効成分とベクトルというタイトルでやっていきます。で、こんな感じでね、 YouTube の方で勉強動画を配信している葉っぱの葉に数字の1で葉1と言います。今後もどうぞよろしくお願いいたします。で、ついにね、数 B が始まったんですけど、最初ベクトルからいきます。単元がね、で、今回言葉だけで、言葉の穴埋めが7問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、下はね、ちょっと説明です。最後、俺が使うんで問題じゃないからね。で、ちょっとね、読んでもらって分かんないっていうのがあれば、今から自分の方がね、穴埋めしながら、説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、一番の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、ベクトルっていうのはこういう、まあ、矢印を使ったのでこうやって表すんですけど、まず今回ベクトルが何なのかっていうのを掴んでほしい。正直これをね、一つの動画でやるのはどうなのかっていうところもあると思うんですけど、ベクトルってすごい苦手な子が多くって、で、そのまあ、前ね、塾講師やってた時にすごい感じてたことですけど、ベクトルが苦手な子ってまずベクトルが何っていうのが掴みにくい。まあ、新しい言葉だからしょうがないんですけど、なので、今回、ベクトルがこういうものなんだっていうのをざっくりでいいんで、掴んでもらえたらと思ってます。いいかな？で、まず、右図、あいつね。あれのように、ほにゃららを指定した線分を有効成分って言います。で、これ答えから書いてしまうと、これ何を指定するかって、向きです。で、これね、有効成分っていう漢字を見ると向きのある線分なんだよね。だからまあ向きを指定した線分のこと、こっち向きですよって向きが指定されてるじゃん、矢印で。で、それを有効成分という。で、A と B、これ今回こっちがスタートで B がこう矢印の先っぽになってると。で、その時のスタートの方を始まりの点なんで始点と言います。いい？で、B、それがゴールの方だね。で、ゴールの方が終わりの点。なので、ダブチッと。終点。と言います。で、この辺の言葉に関しては、受験とかでは使わないですけど、定期テスト、中間考査とか期末考査の時に、言葉を出しそうだなと、みんなが教わってる先生がね、の場合は、ぜひね、押さえておいてください。言葉でね、落としちゃうのもったいないんで。で、次に、位置を気にしないで、ほにゃららとほにゃららだけで定まる量をベクトルと言うんです。今回の主役だね。で、まあ、位置を気にしないでってとこも大事なんですけど、まず、ほにゃららとほにゃらら。これ何かっていうと、これで被るな。ちょっと待ってね。まず、向きと大きさです。向きと大きさ。で、この2つだけで定まる量はベクトルという。これどういうことかっていうと、別にどこに書いてあろうが構わないんです。位置なんか気にしなくていいと。でも向き、例えばこいつだったらこっち向きっていう向きを表現してるでしょ。で、大きさは長さで表現するんですけど、大きさが分かると、つまりこいつが表してるのはこっち向きのこれだけの大きさのものを表してるんだっていう、それがベクトルなんです。だからこれがここにあろうがここにあろうがどこにあってもいいの。ただ単にこっち向きのこの大きさっていうものを表してるだけ。ベクトルっていうのはね。で、有効成分、まあそういう書き方だよね。そういう AB で表されるベクトルをこういう書き方します。ベクトル、これベクトル AB って読むんですけど、 AB の上に矢印を乗っけると。で、またベクトル AB、 そのね、大きさを表し方があって、これはこう、ベクトル AB を書くんですけど、そのサイドに、あとサイドにね、絶対値みたいにこうやって棒を立てると。で、これが大きさを表します。で、これは後々の計算の時とかに使うので必ず覚えてください。ベクトルの大きさを表すのがこれです。書き方ね。で、その中でも特に大きさが1であるベクトル。1。もちろん大きさ2、3とかいっぱいあるんですけど、1であるベクトルのことを、単位ベクトルって言います、言葉。これ絶対覚えてください。よく使う。単位ベクトルね。これがまずベクトルの基礎です。いい？向きと大きさを表してるだけなの、あいつは。あっち向きのあれだけの大きさだよっていう。で、それのために下にこうやって書いてるんですけど、今回、こうやって A って、こいつちょっと主役だと思って、このベクトルがあるでしょ？で、
ちょっと、まあね、フリーハンドで書いて、一応長さは測ったんですけど、フリーハンドで書いてたんで、ちょっとね、納得いかなかったらごめん。こいつとこいつ、全く同じ向きで、これ同じ長さになってます。これ測ったんで。で、同じ向きだと思ってください。これは、ベクトルとして、こいつ、A と、等しいって言います。なぜなら、向きも大きさも同じだから。いい？場所が違う。位置は関係ないから。いいね。等しいベクトルって言うんです、こいつ。で、次です。どう見ても長さが違う。だから大きさは違うね。長さが違うから。けれど、これも同じ向きを表してる。だから、こいつは等しいとは言えないんですけど、この A と、もちろんこいつともそうですけど、向きが同じって言います。ベクトルとしては。同じ向きを向いてるからね。で、次です。次、これと真逆になってる。同じ斜めなんだけど、向きが逆なのね。だから、向きは同じじゃないんです、これ。でも、これも同じ測ったので、同じ長さをしてるから、このベクトルは、大きさは同じなんです、こいつと。長さが同じだからね。で、最後のあいつ。もう向きちゃうやんってわかるんだけど、すぐ。向き違うんだけど、これも、こいつと実は長さ同じなんです。多分動画で見てくれてるから測ることはできないんだけど。で、同じだから、向きは違う。だから等しくはないんだけど、こいつも、ベクトルとしては大きさが同じっていうことができます。つまり、ベクトル考えるときのキーワードはもう向きと大きさなんです。そのイメージを、がっつりわかんなくていいです。この段階で。いいんですけど、そういうものなんだっていうのを掴んでもらえるとありがたい。そうしないと、これからベクトルの単元結構長いんですけど、いろんな勉強をしていくと。結局、ベクトルって何なのってことがね、わからないまま言ってしまったら、勉強が辛くなっちゃうのね。ただでさえちょっと難しいのに、このベクトル。だから、この段階で、ベクトルっていうのは、位置はどこでもいいんだよね。ただ、向きと大きさを表してるやつなんだって。で、書き方としてはこうやってベクトル AB、矢印乗っければいいんだって。で、すぐには使わないですけど、大きさを表すときはこうやって絶対値ポンって、ね、棒を立てればいいんだって。これが大きさを表してるんだって。で、その中でも大きさが1であるベクトルを単位ベクトルと言うんだっていうのをまず覚えてください。で、これからちょっとね、ちょっと後の動画ぐらいで、例えば0ベクトルとか、いろんなの出てくるんですよ。逆ベクトルとかも。でも、まずここを押さえておけば、その辺をすんなり入っていけると思いますので、まずね、こんな感じで掴んでもらえたらと思います。では、今回は数 B の有効成分とベクトルをお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がベクトルの加法です。足し算ができます、ベクトルって。そう。で、それをね、やっていきますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。